こんばんは、TK です。今回ご紹介する本は、幸せについて知っておきたい5つのことという本です。本書は、幸福について研究しているダン博士とディーナ博士が、講義形式で幸せになるための考え方、方法を教えてくれる内容となっております。誰もが幸せになりたいという思いを持っていますが、ちゃんと幸せについて学んでいる人はほとんどいないと思います。幸せについて学ばなければ、幸せになれそうな物事に取り組んでしまい、結果として逆に不幸になってしまうこともあるのです。なので今回は、あらゆる研究結果から導き出された幸せの鍵を5つのテーマに分けてご紹介します。この動画を最後まで見ていただければ、幸せの本質をつかむことができ、日々をハッピーに過ごせるようになります。ぜひお楽しみください。はい、今回ご紹介する本のタイトルは、幸せについて知っておきたい5つのこととなっております。このタイトルを見たら、その5つのことって何？という疑問が湧いてきますよね。早速ですが、その幸せについて知っておきたい5つのことを先に述べておきます。1、幸せの最重要項目は社会との結びつき。2、お金で増える幸せには天井がある。3、仕事に報酬を求めると幸せになれない。4、挫折を否定すると不幸になる。5、正直に生きると幸せになる。では、それぞれ順番に解説します。はい、一つ目のテーマが、幸せの最重要項目は社会との結びつきです。このテーマが本書の中で一番大事なテーマとなります。なぜそんなに大事なのかというと、幸福度の高い人たちを集めてその共通点を調べてみたら、上位 10% の共通点が社会との結びつきが強いことだけだったからです。その 10% の中には運動好きもいればインドア派もいました。心情深い人もいれば無神論者もいたようです。この研究結果が示すのは、社会との結びつきを強めることは幸せになるための必須条件ということになります。ただ、この結論を聞いて、自分は孤独な人間だから幸せになれないんだと絶望した人もいると思います。僕も孤独な人間なので、この研究結果は結構胸にグサッときましたね。しかし、そこまで心配しなくても OK です。社会との結びつきはコーヒーショップでも体験することができるとダン博士は言います。例えばスタバに行った時、基本的にはメニューを注文して終わりですよね。しかしある調査によると、メニューを注文するだけでなく、店員と笑顔でアイコンタクトを取って短い会話を交わした人の方が、注文後の幸福度が高いことが明らかになっているそうです。なので今度からスタバで注文するときは、店員さんと世間話をしてみてください。と言いたいところですが、正直店員さんと世間話をするなんてハードル高いですよね。それができたら苦労しねえよというのが本音だと思います。しかしここでダン博士はさらなる実験を教えてくれました。ある実験によると、明らかに内向的な人に対して外向的に振る舞うようにとお願いした結果、幸福度が高まったそうです。自分の意思に反して外向的に振る舞っても意外と幸福度は上がるんですね。とはいえ、無理に外向的になる必要はないとダン博士は言います。いくら幸福度が高まると言われても、毎日無理に外向的になっていれば、それはそれでストレスが溜まってしまいます。なので、自分の無理のない範囲で人と交わる機会を増やしていけば OK です。もしあなたが人見知りであれば、身近な人を大事にすればいいのです。幸福に関する研究によると、自分の弱みを見せられる人や、困った時に頼れる親友が 1、2人いるだけでも十分幸せになれることが明らかになっています。無理して知り合いを増やそうとしなくていいので、できる範囲で社会とのつながりを意識して生活してみてください。はい、2つ目のテーマが、お金で増える幸せには天井があるです。お金と幸せの関係について、誰しもが一度は深く考えたことがあると思います。お金が増えれば増えるほど幸せになると考える人もいれば、お金は必要最低限あればいいと考える人もいるでしょう。結論から言うと、ある程度まではお金で幸福度は高まりますが、ある一定の額で上昇がストップします。アメリカのプリンストン大学が2010年に発表した研究結果によると、生活の満足度は年収の上昇に比例するのですが、年収が75,000ドルに達すると、それ以上稼げるようになっても、ほとんど満足度が高まらないことが明らかとなりました。ちなみに75,000ドルを日本円に直すと、ざっと750万円くらいですね。したがって、年収が750万円に達していない人は、これからも稼げるように頑張ることが幸福につながる可能性は高いです。ただ、
年収がすでに750万円に達している人は、それ以上稼いでも幸せが増えることはありません。すでに高収入を得ている人は、稼ぐことよりもお金の使い方に注目する必要があります。ではここからは幸せになるお金の使い方について解説します。ちなみにこのお話は決して高収入を得ていない人にとっても大事なお話なので、ぜひ聞いてほしいと思います。結論から言うと、お金は経験または他人に使うと幸福度が高まるそうです。僕たちはお金を稼ぐとつい物を買ったり自分のために使ったりしがちですが、それだと幸福度は高められません。実はある調査によると、人は経験にはお金を使わなかったことを後悔し、物にはお金を使ったことを後悔するそうです。例えばお金をケチって旅行に参加しなかったら、後でめちゃくちゃ後悔したなんて経験一度はあると思います。逆に奮発してかっこいい靴を買ったけど、後でやっぱりいらないなと後悔したこともありますよね。なのでお金の使い道で迷ったら、経験を優先してみてください。またこんな研究結果もあります。ある女の子にクラッカーをあげたところ、その女の子は喜びました。そして次にそのクラッカーをぬいぐるみにあげてと言い、女の子はぬいぐるみにクラッカーを渡しました。するとクラッカーをぬいぐるみにあげた時の方がもっと喜んだそうです。なんかすごい可愛い実験ですよね。つまりここで言いたいのは、人には与える喜びが備わっているということです。この与える喜びはあなたも日々実感しているものだと思います。何の見返りも求めずに他人にプレゼントをしてあげた時って、なんか幸せな気分になりますよね。まとめると、年収を上げるのは750万円までで OK で、お金は極力経験または他人に使うということを覚えてもらえれば幸いです。はい、3つ目のテーマが、仕事に報酬を求めると幸せになれないです。ただ働きしろってことかと思われた方もいるかもしれませんが、そうじゃありませんので、どうか落ち着いてください。要するにここで言いたいのは、お金があれば幸せになるってわけじゃない。むしろ報酬を求めすぎると逆に不幸になるということです。まずお金があれば幸せになるわけじゃない根拠から説明いたします。2012年のパナマの GDP は363億ドル、対して日本の GDP は5兆9000億ドルでした。にもかかわらず、日本よりもパナマの方が幸福度が高かったそうです。簡単に言うと、年収が5億9000万円の人よりも363万円の人の方が幸せというイメージですね。なぜ日本の方が幸福度が低くなってしまうのか、要因はいろいろあると思いますが、ディーナー博士は主な要因として周りの目を気にしすぎていることを挙げています。日本を含むアジアの人々は、自分自身がどう思うかよりも他人がどう思うかを意識してしまう癖があるそうです。その癖がプレッシャーとなってしまい、幸福度が下がってしまうということです。またこれは日本人に限ったことではありませんが、仕事に報酬を求めすぎることで不幸になるという研究結果もあります。イェール大学のエイミー・レズネスキー准教授によると、仕事に対する態度は大きく3つに分けることができるそうです。その3つとは、ジョブ、キャリア、コーリングです。ジョブは働く理由を報酬に置いている人です。キャリアは働く理由を成長に置いている人です。コーリングは働く理由を自分の仕事には深い意義があるという実感に置いている人です。つまりコーリングに分類されている人は報酬がなくても働きます。結論を言うと、3タイプの中で最も幸福なのはコーリングなんですよ。逆にジョブとして働いている人は幸福度が低いということになります。ただ現実的な話をすると、ほとんどの人は報酬に重きを置いて働いていると思います。ここまでの話を聞くと、じゃあ報酬のために働いている俺は幸せになれないんだと悲しんでいるかもしれませんが、ご安心ください。どんな態度で働いている人でも、仕事の価値を見つめ直すことで幸福度を高めることができます。ここで僕の好きな鴨頭さんが考えるタクシー運転手の存在価値というお話を紹介します。タクシー運転手はなりたくてなっている人が少ないから、働いている人の満足度は低いというお話があります。しかし鴨頭さんは、その事実はおかしいと声を上げているんですよ。鴨頭さんは、タクシー運転手は困っている人を助けているスーパーヒーローだという捉え方をしています。終電がなくなって困っている時にタクシーが目の前にあったら、ものすごく救われた気持ちになりますよね。
でもタクシー運転手の方は残念ながら人を救っていることに気がついていないことが多いのです。どんな仕事にも必ず意義があります。その意義を見つめ直すことで必ず仕事から幸福を感じることができます。仕事から幸福を感じられない方はぜひ自分の仕事で救われている人の顔を思い浮かべる時間を作ってほしいなと思います。はい、4つ目のテーマが挫折を否定すると不幸になるです。人は生きていると必ず挫折を味わう瞬間がありますよね。挫折という事実はとても辛いものですが、それを無視しようとするとむしろ不幸になってしまうそうです。ここでプロのカヤック選手であるカレンの人生をご紹介します。カレンはとにかくアクティブな方で、大学時代には海沿いの断崖をなんと素手で登りました。そんな危険なチャレンジを繰り返していたある日、崖から落ちてしまい下半身不随の体となってしまいました。当然彼女はひどく落ち込み、現実に絶望したそうです。しかしその後、友人の誘いによって少しずつ外で活動を始めたカレン。次第に元気を取り戻したカレンは、岩壁を登るというチャレンジをなんと腕だけで行い始めました。そして2009年にはパラサイクリングという種目で銅メダルを獲得することもできました。はい、いかがでしょうか。彼女は下半身不随という挫折を受け入れ、それを乗り越えたわけですね。ただ今の話を聞くと、自分にはカレンほどの力強さはないよと思われたかもしれません。確かに彼女ほどのパワフルさは普通の人にはないと思います。ただ注目してほしいのはそこではなく、挫折を受け入れたという部分なのです。リーナー博士はこう言います。まずは逆境に耐え、受け入れることを学びましょう。嫌な感情をごまかしたりせず向き合ってみてください。不愉快なことを思い出しても気を紛らわそうとせず、その状況を受け止めてみましょう。はい、たとえ不愉快な気持ちになろうとも、嫌な現実には向き合うべきなんですね。なぜ嫌な気持ちになっても現実と向き合うべきか。理由は、快適さの追求は刹那的な喜びしかもたらさないからです。ちょっと難しい表現になりましたが、要するに快楽に逃げても幸せにはなれないからという意味です。よく挫折を味わった後にお酒やギャンブルに溺れる人がいますよね。確かに一時的には挫折を忘れられるかもしれません。ただその後に襲ってくるのは激しい虚しさです。だから辛くても挫折と向き合い、受け入れて前に進む必要があるのです。では挫折を受け入れるにはどうすればいいのか。方法としてはメタ認知があります。メタ認知とは、自分の思考を客観的に見てみる取り組みのことです。もし挫折を味わったら、なぜ自分は挫折を味わっているのだろうと冷静に分析してみてください。するとだんだんと挫折を味わっている理由が明確となり、素直にその挫折を受け入れることができるようになるんですよ。これは僕の見解なのですが、人は理解できないことにストレスを感じる生き物だと思っています。だから挫折を感じる原因を明確につかめれば、案外受け入れられちゃうと思うんですよね。もし挫折を味わって不幸な気分になっているのであれば、ぜひその思考を客観視して原因を分析してみてください。はい、5つ目のテーマが正直に生きると幸せになるです。このテーマには人生最後の日に後悔しないためのとても重要なお話が含まれています。僕たちは日々誰かの期待に応えるために働いていますよね。時には仕事だからとやりたくないこともやったりします。ただ常に自分の気持ちを押し殺して生きていると、とんでもない後悔を生む原因となるのです。オーストラリアの病院で働く看護師が余命数週間の患者にこう問いかけました。人生で一番後悔していることは何ですか。この問いに対して一番多かった答えは、人の期待に応えず自分に正直に生きる勇気が欲しかっただそうです。この答えを見てドキッとした人も多いと思います。では2番目に多かった答えも紹介しますね。2番目に多かった答えは、あんなに働かなければよかったです。3番目に多かった答えは、勇気を出して自分の気持ちを伝えればよかったです。4番目に多かった答えは、友達と付き合い続ければよかったです。はい、いかがでしょうか。中には自分に当てはまりすぎて怖くなった人もいると思います。今ご紹介した4つの共通点は、正直に生きられなかったという事実に集約できます。もちろん社会で生きていくためには他人を優先して動かなきゃいけない場面もあるでしょう。ただ
周りの目を気にして我慢ばっかりしていると必ず大きな後悔を生むことになります。しかし裏を返せば、正直に生きる、これだけで人は幸せになれるのです。人の期待に応えるだけでなく、時には自分の意思を貫き通す勇気を持って人生を全うしてほしいと思います。はい、これで幸せについて知っておきたい5つのことの解説は以上となります。今回の解説を聞いて、幸せになるための生き方と真逆のことをやっていたとショックを受けた方もいるかもしれません。しかし生き方は今すぐにでも変えることができます。ぜひ無理のない範囲で今回の学びをご自身の人生に反映してもらえれば嬉しいです。なお、幸せについて知っておきたい5つのことでは、最後に幸福になるための12の質問という章があります。その1問目でなんと東日本大震災について触れられています。悲惨な現実を受け入れて前に進みたい方は、ぜひ本書を手に取って熟読してほしいです。はい、では以上になります。最後までご清聴ありがとうございました。今回ご紹介した内容とは全く関係ないんですけど、すごくためになるチャンネルがありますのでご紹介します。今流れているのがピヨピヨ速報っていうチャンネルなんですけれども、このチャンネルでは、宗教の話とか哲学の話とか、そういう難しい内容をですね、めちゃくちゃ噛み砕いて伝えてくれる内容となっております。すごくわかりやすいので、難しい内容を噛み砕いて知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。リンクは概要に貼っておきます。はい、今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。